さすが谷線。これが？分からん。左やら右やらこれだろうな。うん、こっちここだけでも十分あるじゃないですか。十分なほどにここにも。もうなんかこれでゲップ出そうなんやけど。林道林道どこ行っても林道やないかお前。うん、おお。どうしました？小鹿が山から転げ落ちてきた。これが当たるんやな時々早い車の場合。まあ、早い車やったら当たるわ確かにな。バーッと落ちて目の前を走っていた。ガンガン登るよなこれ。登るこれ横石出てくれりゃいいけど、これどうしたっていう感じなんやけど、オフになりましたよ。え、オフ？それちゃうんちゃうか。これはちゃう、あそこ行く道はオフではないんちゃう。ねえ、だけど行き止まりということも何も書いてなかったけん、どっかには出るだろうけどな。出るんでしょうね。どっかには出るけど、横石行く道はこんなオフロードはないような気がするけどな。山田湖行ってすごい。あ、こう峠あったみたいよ。ほんでも迫力、うん、峠でした。峠を越えました、はいはい、さて私たちは一体どこへ行くんでしょう。この感じなんか、どっかで記憶のある感じの降り方。何それ。小石川線に行った時に峠越えた時の降り方やなこれ。これだ。これすごいことになってる。綺麗なこの白いの。うん、綺麗ですか。小でまり。ああ、ほかもからんなこれ、うんうん、小でまりかもからんな、うん、ハンターカブさんちょっと花の名前よう知っとんで。 ありがとうございます。すごいで。どうしたん。どうしたん君。どうしたん君って。なんとなくこうそういう素養があるよ。花を愛する、うん、優しい、うん、おっさんですよ、うん、やっぱり、うん、優雅な感じやで。はいはい、いい川山見えてますよこれ。いい川に。あ、ほんまやな。うん、でまたこれ赤松いてたら笑うな。でまたオフだって。これ絶対違うと思うわし、あそことは。横石とは。横石だって迂回路でこんなとこ走らせんと思うな。このオフを普通の人たちに毎日の生活で迂回路やけんな。しばらくはそっち通ってねっちゃっちゃけんよ。そうだけどこの迂回通らんでももっと近い道あるでしょ。ああの195号線にいた方が早いでしょこれやったらね。そうやな。降りようよ。でも降りようなあ、うん、これなんかごっつ面白いな。これ周り山に囲まれてますよ。これ大丈夫これ。あのこれどこ。僕たちはこれ一体どこにいるの。どこにおるこれ。これ周り全て山じゃ。大丈夫これ。え、本当に。え、どうなってるの。どここれ。本当にもうお前遭難するわ。これほんなアホな。ああアホなけどあれやな、ソーラー基地やな。ソーラー基地があるけんな、うん、こんなにとんでもなく上の方ね道に走れんようなところに作らんでしょこれは。まあほら修理に来ないかんしな、うんうん、いやでもなんか普通名前とかないかのように思うんだけど、ね、地名とか、うん、なんかこっちあっちとかよ、うん、何に一つ文字ないですよね。ない。ほらほらほら、あ、これ出てきたわ横石のとこ。あ、ほんまじゃ。ここその通りです。ここにね
看板があって、うん、いつもだったら、うん、これか、あ、これ、迂回お願いしますの、これすごい、ここな、ドンピシャ、迂回はないやろってドンピシャできたわ。これはでも迂回のあれとちゃうんやな、なんか向こうのあったよな、前来た時わし見た林道、さすが谷線っちゅうのもあるよな、さっきの方じゃん、さすが谷、さすが谷だったよ、なんとかさすが谷だって、横石さすが谷とかなんかこんな、うーん、さすが谷かさすが線かな、こんなあった、うーん、了解、ほらもうこっち行くね、そう、はい、あ、ちょ、書いたらここにちゃんと確認だけしとくわ林道横石さすが谷線です、今来た道がね、はい、最高でした。ここが有名な山宿花出庵です。またねいつかこう来たいなと思っています。これバーもあったりしてね、なかなかいい感じなんですよ。ちょっと雨がね、それどことつながっとんでしょう、これ吊り橋、あの吊り橋な、うん、花出庵の前ぐらいにあんなの見えんね、向こうからでは、うん、まあ完全にあれは歩くやつだろうけんな、分からんな、日浦過ぎたあたりでしょここってね、うん、あの、うん、日浦の町っていうかちょっと家のあるところ、うん、この道は花出庵からまだ奥の方へ行く道で、以前この道を越えようとすると、まあ、ちょっと危ないけんやめた方がいいんじゃないでと言われて、車ですけど諦めた道です。今回初めて、2人ともここは初めて。まだここまで来たことあるん？いやーな、さっきのところでわしも引っかしたんちゃうんかなと思うけどな。あ、わしも確実にあそこだった。でも橋川の向こうよね、三河三重は。こうやな。これそれが桜谷のあたりだろうか。もうまだここまで来んか。でもこういう感じだったらわしもっとな、うん、あのオフロードで石みたいなのがガラガラなっとるようなことかなと勝手に想像したけど、これやったらあれやな、まあ人は進めはせんだろうけど必要性がないんやけん、うん、でもいけるな、これやったら今までのところでは。まあガードレールがないのが気色悪い人もおるだろうけど、うん、道は綺麗ですわね、これな、うん、うん、行ければ意的っていう風な道ではないんでしょうか、ガードレールもないしね、うん、一つ事故でもあったのを知っとる人だったらよう言わんわな、なるほどな、ほんまガードレールないな、ないな、それでまあな、この道を行かんでも、あ、向かい側の道行ったらええわけやけん、うん、ほんでこんなとこでこれ対向車おったら嫌やね、ほらどっちか結構下がらなあかんな、これほらな、交通量が少ない感じになってきましたね。なってきた。さっきまでと違う。あの家があったとこまでと、うん、までのあの苔の状態とかね。そう状態が。もうこれはちょっと使ってないですよね。こっちへはな。うん。ほんまに今日一台も走ってないかもしれんね、これ。うん。ここまで来たら分かりますね。やめとけって言われた感じが。分かる。さっきのとこまでだったらやっぱ家がある件なんだろうな、うん、行けんことはないけどやめとけって言うでしょうね、これは、うん、そう、みんなが使えられるんでしょうね、あそこら辺の人も。そうじゃな、向こうで使うようにな、うん、あー、はい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 、知り尽くしたお兄さん全て知り尽くしてなかったね、これほんま、これごっついぜ、対岸の道なんじゃ、ほらけん、おなあ、もうほんま言葉が出んわ、こんなとこほら車で行きたいや言うたら、ほらやめた方がええわって言うわな、うん、ああ、こっち行ったら綺麗でよって言うんでもないしね、ないなんか心に不安がいっぱいになるような感じの道やな
杉の中走り乗るだけで。そう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 、なんかものすごいこう緊張感がわしあるわよ。うん、ありますあります。うわ、ここまたこの石ちょっと兄さん今ちょっと危なかったんですけども石よう蹴落ちてましたやん石落ちとるし、苔あるし、こうやってあの、そうそうやってあの岸側走ろうと思ったら石いっぱいで、だいぶこう外側走らなあかんかったし泣きたい気持ちだって。ほんで杉で暗いこの道。そう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 、 これ左側にお前なんか君が好きそうな道あったぞ。そうですか、うん、ちょっと見逃したな今、うん、足元が気になって。なんだろう、だけどこんな時はちゃんとあのチームワークで言うたげないかと思うてよ、うん、もう一つ気になったことがあるんよ、うん、今日もグリップヒーターいりそうだなってわしグリップヒーターつけとうぞやっぱしそういうとこでは都会っ子ぶりをな、都会っ子ぶりをあのやっぱり発揮しとうよわしの場合。いりますよね、でもこの雨の日、出先が冷たいなって。そう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 、もう指先ショートしたらええのに生きるでしょ。えこの方まで回り込んでいたら。あ、やっぱりあるけど、これの対岸、うん、だからこれの対岸に行けたらいけるかも。お、あ、対岸に行くよね。これ右のこと言うんでしょ、うん、いやこれはこれ行くつもりでおったけど、こっちも行けるんやなと思って。これ行けるんじゃん。これそれどこ行くんですか、うん、日笠ちゃん。日笠知らんよ、こっち行ってたけど海部とかで。ほらほうやけど、だけどこんな道ないよな。これは聞いたことないね。行ってみるで。悪いね悪いね。何が悪いよ。何や、ヒーヒーって帰りたいような感じの雰囲気出しといて悪いね。いや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 、ああここはほんで川が近いわ。ここもまたちょっと味がある川やな。